チャオ、あちゃんです。今日4月の14日、土曜日夕方今4時20分やけど、ちょっとねお買い物行きましょう。家でね、今日はまあゆっくりしとったんけどね、あれな、食材買い出し悩んでたん、どうしようかな、行こうかな、行かんどっかな、迷っとってるけど、まあ今日買っといたら楽やんか、だから、今日買いに行きましょう。はい、久々にね、エバーグリーン、ちょっと久々に、ちょっと長らく行ってね、しこうかなと思って、エバーグリーン買い物行って、やっとね、卒業入学が落ち着いて、ね、お弁当作りが始まって、ね、お弁当の食材もちょっと買い出しといて、ね、明日行こうか、今日か迷ってんけど、今日買っといたら明日ね、休みやし、常備菜ちょっと作られるかなと思ってね、だから、今日は買いに行って、で、ついでに100均とか行って、その常備菜入れるのにタッパーとか、そんなん買ったりとかしようかなと思ってね。で、赤色食材を悩んでたら、やっぱりカニカマとか赤ウインナーが出てくる、そうだから赤ウインナーをお世話に買おうかなと思ってね。で、あと、マヨの入れ物とかで、あーちゃんいつもってことだけど、シリコンの入れ物使ってんだけど、あれよりも普通の紙の方がええって言う人が言ってるから、紙も買っとこうと思って。シリコンもね、別にエコとかそんなんじゃなく、使い勝手いいっていうのっていうか、で使ったりもしてんだけど、なんていうのかな、まあ紙の方がポイントしてたら楽かでも思うしね。あとピックとか、うまく使って赤演出したらいいな、それもありやなと思ってね。だから入れ物、中に入れるカップみたいな、あれ赤系なんかあったりとか、そうやってちょっと色を演出しようかな。あとね、弁当箱が大きすぎると確かにそうかもね。最初ね、結構量を食べるようになってきたし、ちっちゃい何ていうの、弁当箱やったら足らんかなと思ったんよ。であれ買ったんね。で、受験の時に多かったって言うから、受験の時緊張しとったんかもわからんし、で、昨日聞いたら、まあまあいいよ、もうちょっとおかずが多かった方がいいかなって言うから、ご飯はもうあれぐらいで十分や、言うて、あれ以上増えたらもうご飯食べられへんわ、言うて。だから、まあご飯はあれぐらいでいいとして、あとまあ、なんていうの、ご飯の横にだから、シリコンの四角いやつ入れて、そんだけ分ご飯入れ、残りの分ご飯入れたら、お下げ、ご飯は。あとだからもう一個の方にデザートとおかずを入れるようにしてあげたらいいかと思ってね。はい、で、冷凍そのままでも、なんか昼間食べる時大丈夫やって言ったから、だからもう、なんていうの、唐揚げとか、とんかつとか、そういうの作って冷凍しといて、で、お弁当箱にポコンって入れようかなと思って。前にね、一回なんかのサイトで見たんやけども、なんちゅうの、シリコンの入れ物、あれに、まあなんか作るやんか。で、シリコンのところにポン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 って入れて、一食分ずつ。ほんで、そのまんまタッパーに入れて冷凍しとけって書いてあった。ほんだら、一回一回そのシリコンのやつ口ポコンって入れるだけで、で、昼間に解凍できて食べられるって言って、その技いいかなと思ってね。で、シリコン買ってんけど、そんな使い方はしてへんねんけど。昨日も考えてたんけど、その唐揚げしたら次の日の弁当に取れるからと思ってやって取るやんか。だから前の日の夜唐揚げやったのに、また次の日唐揚げ入ってたらがっかりせえへんかなと思って、量は言わへんかってん、唐揚げ、美味しかったよって言ってたから、まあいいんかもわからへんねんけど、あっちゃん的にね、なんかその唐
唐揚げ入っ食べた次の日に唐揚げ、だから野菜炒めとか焼きそばとかしたら取っといて、でそれを翌日入れてあげるっていうのもありかなと思ってんけども、それをするとどうなのかなって思ったりもするしね。見てみたりもすんねんけど、学校入ったら外へコンビニ買いに行くのあかんねんて、だからまあねきっちり一緒だけどね、購買が来たりとかはあるらしいね。購買でパンとか売りに来たりとか、まあ、そんなんもあるらしいしね。で、休み時間はあのペットボトルの自販機が使えるから校内にあるらしくて、それ使えるとか言ってた。だからなと思うんだけど、やっぱりね、みんなやっぱりクラスで食べてるみたいでお弁当持ってきて、だからお弁当持ってきて食べてるんやったらそうしてあげた方がいいかなと思ったりね。まあ学食とかは使ってないみたい、だから、お弁当派が多いみたいやからお弁当にしてあげて、まあまだ初日やからね、分からへん。でお母ちゃんの都合が悪くなったり体調悪くなったりしたら そっちを使うような子が出てくるのかも分からへんけど、で岸田にコンビニで買ってくる子もいてるって言ってた。そういう子もいてたと思って。ただコンビニで買ったやつをチンしてでけへんから、チンしてもらって冷めてから食べるんだから、だから買いに出ることができへんらしいね。できる限りね、お弁当は続けてあげよう。あっちゃんの目標は一日も休まずお弁当作ってあげることって思ってんね。それがあっちゃんのね、目標。まあ3年作るってことは、また3年卒業したら私カンノ作るからね、6年作ることになんねんけどね。で、その後ね、仕事が家から通うようになったら、お弁当作ってあげなあかんのか。もうそうなったらね、働くようになったら自分で強いて言うかもわからへんし。まあ、そこはちょっとその時の都合。まあでもね、6年間作って、6年3年作ってきたら、多分ね、3年作って寮が卒業したら光のお弁当あるから、そうなった時にもう3年間で慣れてるから社会人になってお弁当作ってダウンって作ってあげると思うねん。で6年作ってきたら今度も光がね卒業した時にもうこれで終わりじゃなく作って言われたら作ってあげるとは思うねんけどね。6年先か。卒業して手離れたらね、なんとかちゃんとなると思うよ。結局社会人になったらさ、お給料もらってくるし、でお付き合いもあるし、そんなんで外で食べることも出てくるから、お家で一緒に食べる機会ってほんま減ると思うよね。で言うとっても専門院とか大学行くって言い出したら、そこからまた2年なり4年なり延長になんねんけど、大学になってきたら今度奈良から通える大学って少ないんやん。まあ、少ないことはないけど、ないこともないねんけど、大阪ぐらい通えんことないけど、やっぱりもう寮とか入りたいってなると思うねん。でなってきたらもう家から通うことなくなってくるからね、家でそんなにサガサすることないし、そうなってきたらあっちゃんも手も離れるしね。タイに1ヶ月行くことだって可能です。はい、ね、もう4時半過ぎたからね、なんか外がどんよりくらい、今から出ていく時間じゃないって感じやねんけどね。これで何か買ってきて晩ご飯を作らんなんというね。もう今日は
お惣菜買って帰ったのかな。癖やわ、こうやって置くの。すんごい遅いな、もうたまにクレーン車がハザハザでゆっくり走ってるやん。すっごいでっかいクレーン車。というか頭が痛いな。どっから行くかな。本屋さんも行きたいよな。本屋さんもさ、困らないよな。山陽道まで行かないよな。山陽道行って、で、あっからあでバグり寄って帰ろうか。今日ドンキ行かへんし、ミニスト寄りたいけどミニスト寄らへんし、気なくしてるわ。今週行くで、もう一回出ていこうかなって。な、今週ちょっとね、お部屋も片付け、お部屋ちがね、いろいろ片付けもしたいからけど、すごい天気ええから出て行きたいんよ。うずうずするんよ。ちょっとずつちょっとずつね、毎日ちょっとずつ片付けだったらいつかは見えてくると思うし、頑張ろう。キッチンもね、だいぶ床は見えてはきてんねん。動画撮ったり撮らんだりやけどね、全部が全部撮ってないねん。同じことばっかりしとっても飽きるでしょ、みんな。だからある程度だけちょっと片付けたりはしてんねんけど、そんなこんなでね、部屋も片付けて、やばいね。お茶買ってきちゃうから。雨降ってきたよ。ちょっとパラパラしてきた。嫌ですわ。即位しました。意識が遠いとこ行っとった今。25キロで走るのやめてほしいよな。ある意味50キロのうち25キロで走るの違反やぞ。違反じゃないけど譲れやん。遅いの分かったんだからね、譲り合いなの。まだ悪いわ。夜マック買って帰ったらまだみんなやってたからええんやろ。別にええけど。美味しかったそれでいいねんけど。一応実はご飯炊いてきて。だから、ご飯炊いてきたらマック買って帰ったらあかんねん。炊きたてご飯食べられんから。やっと左回ったぞ。遅いくれん。を受信しました。ローリングスタートみたいな、レースカー上げた後みたいになって、いきなりみんな加速しだして。ローリングスタートで思い出したけど、今年ね、富士スピードウェイで6月やったかな、24時間耐久レースだね。日本久々やね。もしかしたら本
本土初かな、北海道では20時間ってね、昔ね、うん、けどレース24時間耐久レースがスーパー耐久やねんけど、スーパー耐久で、スーパー耐久からまあまあ素人さんでも出られるレースやねん、それで24時間耐久レースなんだけど、富士危なないかな、わからへんねんけどね、まあ、まあレースは危ないもんやけどさね、まあレースで24時間耐久レースやるとね、見る方も面白いし、する方も面白いと思う、ね、いいなと思って、雰囲気が好きで、乗るのはもういいけど、その参加者側で行きたいな。ね、だからチームスタッフとして、行きたいな。思ったりね。私は面白いけど、それだけじゃなくて、ね、チーム駆け引きがあったり、他のチームと話したりとか、他の選手との交流があったりね、そういうところが面白いね。だからレースをするっていうのは、ただ単に走る競うんじゃなく、車作り上げるのも面白いし、それで盛り上げるのも面白い。もちろんキャンギャルとかね、言ったら盛り上げたいみたいなもんやけど、盛り上げたいとして言っても、レースが楽しくて、うちのチームが今何位とかでやるのも面白いと思う。そういう風にね、関わっていくのって、そういうレースは面白いから、うん、昔ね、あっちゃんスロットカーって溝の上かけて握って走らすレースのおもちゃがあった。それのお店をしてた。お店ってうちの車屋さんの事務所で、それのコースを作ってやってたんで、あれのレース主催して、いろんな人お客さん集めてレースしたりとかやってて、で土曜日の夜はみんな集まってみんなで走ろうみたいになって、走行会みたいなやったりしててんけど、誰もね、みんなでこうセッティング、どうセッティングして早なんねとか、どこのコーナーで誰が何秒出たとか言って、面白かったんや。お酒飲みながらとかね、わちゃわちゃ喋りながら、楽しくやってたんや。それはやっぱ雰囲気が良かったさ。それを、ね、またやりたいなぁと思ったりもしてるけど、ね。ラジコンでもいいしね、なんかそんなのレース中イベントっていうのも面白いなと思ったり、結局もレースだけじゃなくてもいいねん、一緒にみんなわちゃ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 して喋るだけでいいねんから、結局オフ会とかでいいねんねでオフ会とかでもいいし、オフ会もただ単にね、集まってこうみんなでご飯食べてみんなで喋るっていつもやってるパターンのも面白いけども、なんかこうイベント性も出したら面白いと思うね。温泉旅館に、ね、大部屋貸し切って、そこでみんなでこう宴会したりとか、でも夜、ね、で大部屋貸し切りで、そこでもう宴会会場みたいなところで雑魚寝みたいな人も面白いしね、みんなでわちゃわちゃ喋りながら、朝までなんていうのがありやったりね、あと電車の個室貸し切っていくとかね、前にも言ってて、ライブで言ってたかな、だからもういろんな人に言ってるから、どこで言ったか忘れてる、島風、近鉄島風なんかやったらね、一部屋貸し切れてね、4人部屋かなんか、4人部屋ぐらいと思うけど、掘りごたつみたいになってるけど、そこ貸し切ってみんなでこうね、部屋で座って旅行するって、大阪から1時間2時間ぐらいかな、伊勢まで、で伊勢まで行って、伊勢で何か美味しいもの食べて帰ってきてもいいし、まあ、店で一泊してもいいしってね、そんなも面白いかなと思ったり、なんか新幹線も個室 あったんかな、もうなくなったのかな、なんか昔ね、新幹線個室あったんや、そんなもありやと思うしね、うん、まあ、新幹線とかね、椅子くるって回して4人こう囲って
座るっていうのも面白いな。結局みんなでこう行ってわちゃわちゃするのはあかんのし、バス貸し切って行ったらいいんだけど、バス貸し切って高いからじゃあバスガイドするそんな感じでね、こうイベントしながら、イベントっていうかわちゃわちゃしながらみんなでこうなんかしたいな。大人の工場見学とかね、グリコとかさ、あのメグミルクとか、あんな工場見学っていうとこあるから、マヨネーズとか、そんなの面白いなと思うよね。そういうイベント性のあることしたい。逆にね、まあちゃんこ聞きたいね、あのこう鉄道博物館、こう、京都とか埼玉、大宮とかにあるとこ、もう行きたいねんけど、ああいうとこ行ったら、あっちゃん一人わー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 って騒いで、あの、オフ会にならへんのも。で、閉館までおって、はい、さようならみたいになってしまうから、何日に集まってみたいになるかもわからへんけどね。だからもうオフ会じゃなく、いついつ行くよって、来れる人おったら来てね、みたいなのにした方がいいかなと思った。うん。あとね、そんな感じで、前にね、面白かったのが石川県の、あれ何や、日本自動車博物館、なんとか日本、中日本自動車博物館だっけ、忘れた、なんかそんな名前の自動車博物館があるんだけど、石川のとこね、ここのとこに行って車の博物館見て帰ってくる。まああれはね、朝まあまあ早い時間に家出て行って、日帰りで石川まで車でビャーって行って博物館見て、でなんか何あと他なんかいろいろ見て、で帰ってきた。あの時、航空自衛隊の博物館かなを見て、で帰ってきてんけどね。でも、まあ、夜中には帰ってこれんね。ほんまに日帰り。いやー、気は気はやったけどね。夜そうなったけども。まあ、家族と行ってきたけどね。あんな感じにみんなで行くっていうのもありかな、面白いかなと思ったりね。で、現地集合、現地解散っていうのもいい。みんなでこう車で行ってもいいしね。うん、ね。乗れるんやったら乗り合いで行っても面白いかなと思ったりもする。ただまあ、集まってもらう人は、ね、全泊、あとは泊してもらうなんかもわからんけどね。諸葛系無線です。まあね、石川で泊まれたら面白いね。そんなんとかしたいな。ちょっと本屋さん見てきます。